2024年初の Q&A を久しぶりにやってみようと思います。子供も寝たことなので、私はこれからちょっとお酒を飲みながらいつも通り、Q&A に答えていこうかなと思っています。今日はとても大好きなこの寺田本家のムスヒという日本酒なんですけど、発酵している日本酒 で発酵してるのなので、酵母が生きているので、開けるときに、ね、すごいちょっとずつ空気を逃がしていかないと、もう全部シュワーって爆発してしまうので、少しずつ開けたり閉めたり、はい、しながら置いておきます。発酵食品だと思って飲んでます。バイバー、乾杯。うん、美味しい。本当にね、なんかちょっと癖のあるワインみたいな感じの味で、とても美味しいです。今日もですね、インスタグラムで皆さんから、たくさんご質問をいただいて、いつも質問くださる皆様ありがとうございます。今回もちょっと、ね、ランダムにピックアップしていこうかなと思います。洗濯洗剤のおすすめはありますか？はい、私の洗濯洗剤のおすすめは、数年推している洗剤なんですけども、ワンアースというメーカーさんの、洗濯洗剤で、柔軟剤とかも入れずにそれだけで使うものなんですけども、酵素の力で洗ってくれて、界面活性剤とかも入ってないので、すごく地球にも優しかったりとかするんですけど、それだけじゃなくてめちゃめちゃ汚れが落ちるんですね。なんかなんだっけな、酵素となんだったっけなちょっと後で調べて入れておきます。すごく汚れを浮き上がらせて、で界面活性剤が入ってないから泡泡にならずに、すすぎも1回で済むっていうもので、すごく優しい原材料なので、ベビー用品も使えるし、肌の弱い子供とかも使えるし、本当にこう子供の土汚れとか泥汚れとかもかなり綺麗になるので、はい、おすすめです。すごい PR 感に語ってしまいましたが、 PR ではありません。はい、春夏春冬、一番好きな季節はありますか？はい、私は、断然夏が一番大好きです。もう暑ければ暑いほど、はい、好きです。なんでしょうね、こう太陽に当たるのがすごく好きなんですね。なんかあとすごく開放的な気持ちにもなるし、夏が一番大好きです。彼氏が LINE が返ってこなかったり、本音が見えなかったりで、何を考えているのか分かりません。意外と男性って何も考えてないなかったりしない？何も考えてないんじゃないかなとか思ったりするんですけども、ね、女性とやっぱりこう思考回路が全然違うので、なんか何考えてるんだろうとか、なんか察しようとか、なんか分かろうとかすると、なんかこう取り越し苦労に終わることが多いんじゃないかなっていう気もするので、まあ、なんか、ね、考えてもしょうがないかとか、分かんないってもしょうがないかってね、どこかで思っておくとちょっと楽かなとも思います。いつもヘルシーで美味しいレシピを教えてくださりありがとうございます。こちらこそありがとうございます。レシピは何を参考に作られることが多いですか？そうですね、なんか外食に行った時にすごく美味しかったものとか、好みだったものを帰ってきたら、で味を忘れないうちに真似して作ってみたりとか、なんか売ってる美味しそうななんかおやつとか原材料を見て真似してみたりとか、レシピ本とかも見たりとかするんですけど、私が結構アレルギーが多いので、それをこう自分の食べれるものに変更していったりとか、ちょっと塩分とか気になる部分を調節してみたりとかしながら、試作をしていくことが多いです。でこう調節するからって、こう塩分とか甘みをゼロにするんじゃなくて、ちゃんとこう心も満足できるような、こうちゃんと美味しいって思える、ヘルシーと美味しいのギリギリのところを、はい、結構探しながら試作していることが多いです。
エイミさん、こんばんは。心の穏やかさを保つためには何が必要なのでしょうか。苦手な人への向き合い方など。そうですね。なんか嫌な気持ちになるのは全然しょうがないなと思っていて、だって嫌なこと言われたら嫌だなって思うし。けどその嫌な気持ちになったとこからどれだけ早く切り替えられるかっていうのがすごく大切なポイントだなと私は思っていて、その切り替えるスキルを身につけていくといいかなと私は思います。あー合わないわみたいな苦手な人とは。でもなんかまだちょっとモヤモヤしたらなんかあれあれれみたいな、ゴリラかなみたいな、この人ゴリラなのかなみたいなでなんかちょっともう自分の中で面白くしちゃうとかね、ちょっとふざけちゃう、そんな真剣に何もかもね捉えてたら、私はちょっとしんどいなっていう時があるので、そうなんかちょっと自分の中でふざけて面白おかしくしちゃった方が私は楽しいので、はい、そうやってそう、そんなことにしちゃってることが多いんです。職場でチクチク嫌味や陰で悪口を言ってくる人がいます。毎日のことで本当に嫌になります。エイミさんならどう対応しますか。そうですね、そういうことをしかも毎日のように言ってね、それもそれでなんかすごい体力だなとも思うんですけど、やっぱりなんかこう羨ましいとか自分に不満があるとか、ね、何かしらその言ってる方がね、そういう言葉の根っこにはあるんじゃないかなって私は思っていて、実際この方に何かっていうよりも多分自分のことでね何かあるんだなと思うので、結局その言葉でね傷つくのは言ってる方のその品位だったりこうプライドっていうのは言ってる方がね傷ついていくと思うので、やめたらいいのになって思いながら、はい、ふーんって流していくかなと思います。エイミさんは家で普段テレビをつけていますか。無音が苦手で朝から寝るまでつけがちです。そうですね、私はなんか逆にこう音があるとすごく疲れてしまうので、テレビもつけないし音楽もそのラジオとか音のあるものを普段つけないですね。無音が好きなのでというか、音があると疲れてしまうので、多分耳がすごくいいみたいですごい耳がいいんですよ。隣の家の部屋の携帯のマナーモードの音が聞こえる。全然壁が薄いとかじゃないんだけど、そうすごく耳がよくって昔から、なのでこうテレビのガヤ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 とかがすごくストレスになってしまうので、そう普段はつけないことが多いです。一人バスタイムトータル何分ぐらいですか。バスタイムでパックなど特別なケアしますか。そうですね、時間がない時は湯船に浸かってるのが10分から15分ぐらいで、30分以内に出るかなっていう感じなんですけど、今日は時間があるぞっていう時はもう3時間でも4時間でもこう出たり入ったり、はい、結構しています。それがなんかねすごくストレス発散になったりとかもしていて、それでその合間にそうスペシャルケアみたいなことだったら、自分でコーヒースクラブ、コーヒーシュガースクラブを作って、まあ、全身こうスクラブしたりとか、あとクレイパックもこう上半身やったりとか、はい、しています。多分、ね、時間があったら一日中できるかも。お風呂はとても好きです。こちら日本酒なので油断してるとしっかり酔います。でも普通の日本酒よりは多分度数がどうなんだろう、ワインよりは度数が高いかも。はい、次の質問いきます。年齢とともにメイクが合わなくなってきました。どのようにメイクを変えていけばいいのか分からずアドバイスください。そうですね、メイクはもう合わなくなりますよね。で、私は年齢を重ねれば重ねるほどメイクはもう引き算をしていった方がいいなと思います。なんかこう10代20代とかね、そんなに何しても可愛いし、もうベースメイクから
アイメイクからリップから眉から全部やっても、あ、可愛いみたいなね感じだと思うんだけど、やっぱりそれがなんか30代40代になってくるとこう体とのバランスも変わってくるし、もうちょっとこうメイクをしてなくてもこう女性ってこう雰囲気が出てくるというか、なのでそれプラスメイクだとすごくもう不自然というかくどすぎる、くどい感じに私は見えてしまって、そうそう、なのでなんかこう引き算をどこを引けるかっていうところを自分で考えながらしていくといいかなと思います。やっぱりもう肌はなるべく引いていく、スキンケアをとにかく丁寧にして肌をきれいにしておく、でそのシワとかたるみとか毛穴とかそんなもうゼロじゃなくていいなと思っていて、それはそれで年齢を重ねた肌っていうのも私は綺麗だなと思っているので、なんかこう毛穴ゼロツルンっていうピカピカみたいなのもなんかちょっと不自然だなと思ったりとかするので、まあ、とにかく私が大切にしていることはスキンケアを大切に、手入れのこう行き届いている肌を保つことと、アイメイクは控えめに、はい、アイメイクはもうこう囲んだり重ねたりグラデーションしたりとかはしないかな、しない人によるかなと思うけど、なんかそんなにしなくてもいいんじゃないかなって思います。あとは眉を丁寧に描くことで、形をこう自分の顔に合わせて、年齢とともに骨格も変わってくるので、自分の骨格を見ながらちゃんとそこは研究して、眉ってすごくこう顔のあのなんでしょう、結構インパクトがあるので、眉毛ってこんなにこう顔のパーツの中でこう線でね横にこうキュッて入るところって他にないので、その眉をやっぱり形を研究して丁寧に綺麗に描くこと、あとはリップは、リップもねなんか全然自分の好きな色であのいいなと思うんですけど、まあ、自分に合う色を、何パターンかで揃えておけるといろんなこう場面に対応できるし、その印象をリップで変えるっていうのはとてもこう簡単なので、リップはちょっといくつか持っておいてもいいかなと思います。とにかくそう、年齢とともに引き算はした方がいいかなと思います。エイミさん今年翻訳ですね、よく知ってますねそう今年辰年の多分翻訳だと思うんですけども、はい、役払いなどしましたかという質問なんですが、役払いなどは特にしていなくって、私の中で勝手な解釈なんですけど、女性って30代で2回厄年が来るんですよね。ですけどその時ってこうね、なんかやっぱりこう体も変わっていったりとか体調も変わっていったり、親の年齢もあったりとか、まあ、そういういろんなことが起きやすい年なんだよから気をつけようねっていう年だと私は解釈していて、なんか厄払いしたから OK っていうことだったらいいんですけど、じゃないんじゃないかなって勝手にちょっと思っていて、そう、まあだから今までと同じこう勢いで行ったら痛い目に遭うぞとかっていうことをどこかでこうずっと念頭に置きながら生活しようと思っていますはい、なのでそう厄払いはしていません。はい、生野菜と温野菜どちらを召し上がることは多いですか？オイルは何を使用していますか？生野菜温野菜問題は、結構なんか行ったり来たりとかしていたんですけども、結局私は今どちらも大事だなと思っていて、生野菜でしか得られない栄養素もあるし、温野菜でしか得られない栄養素もあったりとかするので、どちらも取るようにしています。温野菜の場合は特にそのスープにしたりとかすると、いいんですけども、はい、素晴らしい栄養素がどちらにも含まれているので、はい、バランスよくどっちも今は、食べています。オイルは何を使用していますかっていうことで、生野菜の時はオリーブオイルとレモンと、塩と胡椒でサラダを食べることが多くて、加熱するときは、ココナッツオイルとか、まあ、無臭のココナッツオイルや、ギーオイルを使うことが多いです。酸化しない油を使うようにしています。はい、食事の回数や内容のマイルールを知りたいです。食事としては朝昼晩の3回と、その間に
大体朝7時に朝ごはんを食べて、朝9時半から10時ぐらいに何か食べます。ちょっとお腹空いてきたなっていう時に、ちょっと脂質のあるもの、ハイカカオのチョコレートを、なんか大体一かけらでこのぐらいのものを食べたりとか、この間紹介したスコーンとか、そういうものを一つ食べたりとか、しています。そのマイルールとしては、一回の量も結構しっかり食べてるんですけど、結構食いしん坊だから、お腹いっぱいになりたいみたいな、お腹いっぱい食べても大丈夫な内容に毎回こう作っていて、その次の食事までにしっかりお腹がすくっていう内容のものを食べてるかなと思います。なので朝7時に、食べても、そのちょっと補食が欲しい10時ぐらいにはお腹が空いてくるし、もし補食が食べれなかったら、もう11時にはもうペコペコっていう状態でお昼ご飯を食べてたりするかな。で、夜も6時ぐらいに食べて、次の朝にはちゃんとお腹が空くっていう、内容のものを食べるようにしています。そう、なんか結構しっかり、あ、そんなに量食べるのって言われるぐらい、そう、結構しっかり食べています。玄米召し上がる際、ヒ素対策されていますか？そうですね、お湯で一回ちょっと茹でたり、5分ぐらいかなっています。酵素玄米にうちはしているんですけども、毎日は食べていないです。最近見た映画はありますか？最近見た映画は、結構昔に何度か見てるんですけど、結構好きな映画で、で、また子供を持ってから初めてというか、もう一度最近見たんですけども、大人の喧嘩っていう映画があるんですけども、こう2組の夫婦が、なんか10歳だか11歳だか、なんかその辺の子供同士の喧嘩があって、それに対してなんか1組の夫婦がもう1組の夫婦のお家に納得いかないけどちょっと謝りに来るみたいな映画なんですけど、で、登場人物はもう最初から最後までその4人しかいなくて、そのお家の中だけのロケーションですごいうまくできてるなっていうのもすごく面白かったりとか、その人の本性だったりとか、こう夫婦関係にまで発展してしまうみたいな、なんですけど、すごくテンポが良くて、すごくなんか気持ちよく見れる映画なんですけど、たまになんか見たくなるんですよね、あの映画。すごい面白い、ぜひおすすめです。エイミさんは、いじめというものにはあったことはありますか？自分は昔いじめにあったことがあり、今でも自信を持てないことがあります。そう、いじめ、そうですね、いじめだったかもしれないですけど、中学校1年生の半ばぐらいから、まあ、学校に行っても誰も喋ってくれない、口を聞いてくれない、まあ、無視ですよねっていう時があって、でもそれもすごいくだらないことの、なんかこう、お前髪の毛染めてるんだろうみたいな、ちょっとこう茶色いから髪の毛が、なんか染めてないですみたいな、染めてんじゃねえかよみたいな、染めてないですみたいな、お前らあいつと口聞く、お前らあいつと口聞くなみたいな、誰も口聞いてくれないみたいな、まあいじめといえばいじめだったのかもしれないんですけど、でも私はそこですごく良かったのは、あ、この学校に行きたくない、その時はちょっとネガティブな感情だったかもしれないけど、行きたくないなってなって、じゃあ、仕事をしたい、東京に行ってみたい、どんな仕事があるだろう、あ、こんな仕事がある、こんな面白い世界があるっていうところで今の仕事を始めたっていう部分もあるし、あとこう初めての場所に行ったりとか、なんかちょっと気まずい瞬間ってあったりするじゃないですか。イベントに行って誰も喋る人がいないとか、なんかちょっとこう独特な空気感のファッション業界のね、あれなのかもしれないんですけど、なんかそういう時にみんながガヤガヤしてる中で自分だけ喋らないでじっとしてることが苦痛じゃない？今でも。なんか、あ、全然それはそれでっていうのが今にも活かせていて、その時はね、なんかちょっと悲しいとか寂しいとかあったと思うんですけど、全然なんか今は、今になってあの経験があってよかったなってね、思うことがあります。なので、そう、なんかにもよると思うし、内容にもよると思うんですけど、もう終わったことをね、ネガティブに捉えるよりも、何かその中からプラスになった部分をピックアップして、
その経験も無駄にしない、何かプラスに変換できるように、ちょっとプラスな部分を見つけたりできたらいいかな。本当に人それぞれなので何とも言えないんですが、そう、私はそんな、はい、ことがありました。エイミさんは過去に辛い恋愛をしたことはありますか？またそれを乗り越えた方法を教えてください。辛い恋愛したこと全然あります。ありますし、何回ぐらいしたのかな。でもそれすらもう今になっては覚えてない。なんか 2,3 回もうそれも今になったらもう覚えてないけども、辛かったっていう記憶は何度かあるんですけども、でも、もうやっぱりその乗り越え方、その失恋とかの乗り越え方って、そうね、時間でしか解決しないですね。でも必ず解決するし、例えば、うん、じゃあ今、じゃあ10年ぐらい前の恋愛を思い出しても、そう、辛い恋愛だったのかもしれないけど、今思い返したら何が辛かったんだっけなみたいな、なんかもうそんなにもう覚えてない、いろいろあるしので、まあなんか必ずいつか解決するし、なんかいい勉強になったっていう気持ちには必ずなれるので、まあでもそのね、時間が経つまで辛いんだよね、確かね。そう、時間が経つまで辛いんだけど、もう待つしかない。もうなるべく気を確かに持って、泣いてもいいし何してもいいけど、もうその時期も必ず終わるので、はい、安心してください、大丈夫です。はい、今日はこんな感じでランダムに質問に答えてみました。皆様たくさんの質問をいつもありがとうございます。ちょっと酔っちゃったはい、こんな感じでしたが、そう、なんかよくそんなことないと思うんですけどとかって言っていただくんですけど、だいぶいろいろ失敗したりやらかしたり痛い目にあったりとかしてきているので、なんかこんな私の経験でよければ質問いただいている方のお役に立てたらとても嬉しいです。はい、今日もご覧いただきありがとうございました。では、また来週お会いしましょう。